面の海賊を目指して冒険に出発。今回ご紹介するのは、日本財団が推進する海と日本プロジェクトの一環として開催されたクルージングツアー。参加者は見習いの海賊となり、海にちなんだクイズや島の散策を楽しみながら一人前の海賊を目指します。やってきたのは笠岡諸島の北端に位置する高島。見習い海賊たちが必死に探しているのは、あった宝発見。縄文時代の土器です。ここはさまざまな時代の土器が出土する本物の遺跡。発掘体験を通じて島の歴史を勉強です。こちらは実際に遺跡から出土した製塩土器。およそ1600年前、高島で塩が作られていたことを物語っています。これで塩作ってたんだって。そんなに塩って昔から作られてたんだね。海賊ごっこというものにかこつけてゴミを拾ってもらったり、貝を拾ってもらったり、島の歴史を学んでもらったり、あまり海に興味がない方でも参加できるようにということでやっているので、とにかく新しい発見を持って帰ってもらえれば一番だというふうに思います。笠岡には島がいっぱいあるっていうところと、人が住んでいる島は7つあるっていうところ。このイベントで感じたこと、それこそが今回ちびっこ海賊たちが手に入れた本当のお宝なのかもしれません。ツアーの最後にみんなが受け取ったのは、いや、指名手配されちゃいましたね。これで一人前の海賊になりました。はい。海は私たちにとってかけがえのない宝物。その素晴らしさを未来を担う子どもたちに伝えたい。海と日本プロジェクト in 岡山。